はい、梅です。こんにちは、どうも。はい、皆さん、まあ、いかがお過ごしでしょうか。はい、今日もですね、雑談動画になります。はい、動画のタイトルにもある通りですね、今日はですね、フェアリーテールウェディングに出席してきましたっていう、そういう動画になります。フェアリーテールウェディング、いわゆるディズニーホテルの、ディズニーキャラクターが来る、あの、結婚式のことですね。はい、これに出席してきましたっていう報告、雑談動画になるんですけど、これちょっと実はね、お断りがありまして、これ実はですね、去年、2019年の3月に、はい、俺とキッシーで出席してきたっていう動画になります。で、出席した直後に感想動画を撮ったんですけども、なんとですね、1年間も寝かしてしまいまして、早くやろうって思ってたところ、はい、気を逸してしまってですね、なんと1年経った、やっと今、公開の運びとなりました。すいません、ちょっと季節遅れの動画になってしまって、中身がですね、ちょっと一部、今と違ってるというか、ちょっとずれてるところもありますけども、まあ、せっかくトークも撮りましたし、ずっとね、そのストック状態で眠らせておくのももったいないと思いまして、まあ、ちょっと1年経ってますけども、出すことにしました。で、中に関してはですね、一部ちょっとずれてることもありますけども、まあ、何卒ご了承くださいという、まずはお断りの導入動画になります。なので、2019年3月に収録した内容ということで、ご承知おきください。はい、じゃあそれでは VTR 行ってみましょうか。それでは、どうぞ。はい、梅でーす。はい、岸でーす。おー、岸、今日もありがとうね。ちょっと、岸。どうしたんですか、お互い様だけど、何今日ちょっとお互い。ビシッとしてますよね。ちょっと、どうのこれ、このルパン三世バリのこの黒い、黒いバーシャツ。いいじゃないですか、いいだろう。今日珍しく、アンバサダーホテルで、我々、スーツ。いや、アンバサダーホテルは珍しくないですね。そっか。いや、でも、我々このアンバのハイピデモラウンジで、このスーツ姿。はい。お分かりですね。お察しの通りです。お察しの通りです。はいはい、でも我々、別に我々がそういうのじゃないので、家の方はそこはちょっと勘違いしちゃうんですけど、はい、ちょっと、ね、2人共通の知り合いがですね、はい、こちらのアンバサダーのこのホテルで、フェアリーテールウェディングを、はい、はい、挙式を開催というか、はい、やりまして、はい、我々カメラマンで来てくださいとお呼ばれ受けまして、そうですね。いやー、ついさっき終わりました。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、すごかった。はい、すごかった。俺ね、はい、アンバサダーのフェアリーテールは、10年ぶりぐらいにお呼ばれしたの。あ、そうなんですね。キッシーはどう？僕は、まあ、D オタになってからなんですけど、うん、6回目ぐらいですかね。そんな呼ばれてんの？はい、すごい、周りみんな結婚してるの、すごいな。みんな結婚されてます。すごいな。いや、まあまあ、でも皆さん、ミラコとかシロコンとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、あるある。の中でもやっぱりアンバサダーホテルばっかりですね。え、アンバが多いんだ。多いです。なんでかな。やっぱり、ね、キャラクターの総数というか。ああ、そっか。俺はね、ミラコ3回アンバ2回だ。あ、そうです。今まで、で今回でアンバ3回目、アンバ2回目、2回目、うん、それでこの2019年 の、はい、この最新のアンバサダーホテルのフェアリーテールウェディングっていうのを参加してみて、はい、すごかった。めちゃめちゃ豪華だね。すごいですよね。すごいわ。ね、今回ハッピエストデイっていうプランか、はい、でアンバの挙式を真剣に本格的に考えてる人だったら、はい、おそらく分かると思う。あれかーって、はい、ぶっちゃけ一番すごいやつ。そう、あ、で、まあ、まあ一番すごいって言ったらシロコン、ね、あ、まあ、いや、アンバでは、アンバでは一番すごい。そうですね。何がすごいってね、はい、分かりやすくシンプルに、あ、それはすごいってズバッと言うと、はい、お祝いに駆けつけたディズニーキャラが8人、今日はスティッチも9人、うん、あ、9人9人すごいよね。だってミッキー、ミニー、ドナ、デジ、フルートがいないんだ。フルートもいなかった。じゃあ8人だ。7人がダス1だ。ダス1ですね。ミッキー、ミニー、ドナ、デジ、グーフィー、チデジで7人、はい、でさらにそれとは別にまた余興でスティッチが来たので8キャラ来たんだよね。そうですね。すごかった、はい、フルートが来るっていうパターンも。あ、そうなんだ、はい。いや、でね、ちょっと軽く振り返ってみようか、はい、まず
チャペルで挙式があったんだよね。ローズチャペルですね。で、はい、我々チャペルからまあちょっと参加させていただいて、はい、でその後に、はい、あのアンバの中庭にあるガゼーボね、はい、あそこでなんか署名するんだよね、はい、であそこに右が来るんだよね、はい、であのガゼーボのところは、はい、よくアンバに昼間いるとちょこちょこ見ることができるよね。そうですね、はい、俺いつもなんか脇からねチラチラチラっとチラ要はいるってチラ見してる、はい、あのマゼンあのラベンダー色の、はい、あのミニちゃんとミニちゃんと、はい、タクシードのタクシード、うん、一気にあんな間近で俺初めて見たんだけど、いやいいね、かわいい、いいいいですよね。すごいなんか下ばせの時間というか、そうですね、いいもん見れたなって感じだよね。確かに。でその後に披露宴が始まるんだけど、はい、披露宴もさあれ見き見にもお色直しがあるんだね。そうですよ、知らなかった。で今日参加させていただいたのは見き見にのお色直しと、うん、ドナとチデが来る、あ前半ね、前半、そうかそうか、はい、整理するとまず、普通に披露宴があって結婚式のあの白むくというか、はい、なんていうのウェディングドレス、ウェディングドレスと、はい、で新婦が美女と野獣をイメージした青い、はい、あのプリンス衣装で来て、はい、でまずオープニング開幕でまずミキミニがお祝いで来るんだよね、はい、まあそれが可愛いんだわ。 でケーキ入刀の手伝いするんだっけ、はい、確かそうだよ ね、あれを手伝いしてもらって、はい、で一旦ミキミニははけるんだけど、うん、その後になんか余興で、はい、あそれで、はい、なんかあの今回実況中継風なんだよね。そうですね、あれこれ言っていいのかな、はい、でまあ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 、なんかねグーフィーがねなんかカメラマンやってでなんかドラマ仕立てになってて、うん、なんかね新郎新婦の当日着るドレスをあのデイジーとミニーが協力して、はい、新婦と3人であの衣装を選んだんだよね、うん、なんかねそういうなんかドラマっぽいそういう写真までスライドで流れて、ね、あれ本当に選んでたね。ですね、あの本当にミニーとデイジーが手伝ってんの本当になんか、ね、はい、あれ凝ってたね。もうあれですね、この世で一番高い女子会です、うん、あなるほど女子会な女子会です。いやあれだから前だからあれネタ話をすると前の日に撮ったってことでしょ、はい、そうです。で別日に、すごいよね。まあまあ聞く話によると、うん、まあ、半年前ぐらい、あ準備ということでね。そっか、ちゃんとだから本当に新婦さんが、はい、ミニーとデイジーと一緒に服選んでるの、はい、そういうシーンが流れて、はい、で当日も今厨房で料理作ってるよってなんか、はい、ドナルドがね、はい、なんか厨房を見て手伝ったりとか、でグーフィーやカメラやったりとか、うん、そういうライブシーンがね時折入ってくる、カットインで入る、カットイン入るんだよね、はい、あったりして、うん、で余興でドナルドとチデがなんか来るんだよね。あれ何なんだあれ、あの時間は、あの時間はミニゲームっていうか余興というか、まあそうですね、なんか盛り上げ役に来るんだよね、はい、でわーっと盛り上げてくれて、で新郎新婦は一旦お色直しで帰るんだけど、はい、オイル直し後のドレスって今何パターンかあるんだよね、はい、そうですね。で我々が知らなかったのが後半ラプンツェル、そう僕も初めてでした、ね、やっぱり俺もね、はい、昔なんか資料を見て、はい、シンデレラ、はい、スノーホワイ ト, ホワイトアリエル、はい、ね、この3パターンぐらいかなと思ったんだけど、ラプンツェルプランが ね, そうですね、あったんだけど、もともと我々宴会場に入った時に、はい、かなりラプンツェルフィーチャーされてたんだよね。そうですね、開けた瞬間各テーブルとか、はい、あの施しとかが装飾がラプンツェルなのに、はい、なぜか新郎新婦のドレスは美女で味をイメージしてて、ちょっとあれと思ったの実は最初の初め俺なんでかと思った、ね、そしたらお色直しでラプンツェルやるから、はい、だからあれラプンツェルだったんだね。その演出がすごい、これ言っていいのかな。いやちょっと言わない方がいいね。あのやったことある人と、うん、あの行ったことある人のお楽しみ、お楽しみです、ね、これは、ね、ネタバレになるんで言いたくないんだけど、とにかくラプンツェルをイメージしたお色の方のあの演出ね、演出がすごい、とにかくいや納得。でもああやって見るとラプンツェルと結婚披露宴って相性いいね。いいですよね。うん、友人の、うん、友人側 の, あの、まあ、プリンセスの、うん、
ラプンツェルのドレスも可愛いんですけど、はい、ユージーンってあの泥棒のこう衣装しかこうないじゃないですか。あの美女と野獣だったらありますよね、イメージが、うんうんうん、いいですね。いいリンスでね、大抵の結婚式ってお色直しの後に各テーブルをキャンドルサービスで回るのが定番じゃんか。そうですね。で、あれをラプンツェル世界観でちゃんとうまくやってんだよ ね、 ね、なるほどねと思って、で最後に一番普通の一般結婚式って最後の最後にで一番大きなキャンドルに最後2人で火を灯しますっていうところもラプンツェルに準じてて、おー大体これでも分かるよね、もう何が起きるかも、はい、まあでもあとは実際の、うん、めっちゃ納得した。よかったですね。でその後にスティッチが出てきて盛り上げてきてくれて、ちっちゃいこうお子さんの小さなお友達が集めて、はい、みんなであのアロハの感じでね、はい、あれでもオプションで、はい、スティッチと、はい、あとジーニーがいるのも、はい、ジーニーとプルートだっけ、確かに3つ選べるんだよ ね、 3、4パターンぐらいあります。で俺四季のさホームページ見たらさ、はい、ジーニーが来たらボンファイアやるらしいじゃん。そうです、やーべえと思ってさ、暑いです、ね、暑い、想像しただけでも、はい、多分俺が一番率先して踊るんだろうなレクチャー、レクチャー動画を、ね、レクチャー俺みんなの前に出てお手本を示してええよみたいな。そうです、でも今回はスティッチだったね。ですね。でその後に、はい、いよいよハッピーエストデイズって言って、はい、7キャラクタードバッと来るんだけど、これが豪華豪華、はい、もうねキャラが多すぎて写真が撮れないの。そうですね、ブワッと並ぶんだけど、はい、7キャラいるもんだからさ、そうです、ね、入りきれないんだよあれ、はい、あとはちょっとテーブルのこう、うん、配置にもよるらしいんですけど、うんうん、僕が前今まで参加した中で、うんうん、今日はちょっとテーブルの配置的に厳しい方です。ああそっか、まあね、カメラマンさんよく頑張るなこれって感じで、頑張るよね、うん、僕らはあの脇から、そうそう、脇取りで、脇取りです、うん、であとキャラメイン ね、 そうですね、キャラメインで撮りました我々は。新郎新婦さんからのお、ね、リクエストで、リクエストです、うん、キャラメインで撮りました、はい、でそこで7キャラは帰っていくんだよね。そうですね、うん、はい、でも帰っていくんだけども、はい、帰った後もやっぱり VTR で皆さん今日の2人の結婚式よかったですねって感じでキャラがいちいち言ってくる、うんうん、あそれでこれもネタバレなのに言わないけど、一番最後の最後に、はい、ラウンドと C のパークの中からも新郎新婦に向けたディズニーキャラウォール出演でありました、おめでとうコメントあるんだよね、はい、あれ見た、モーグリジャングルブックの、ジャングルブックここは懐かないけどまさかモーグリがいるとは思わなかった。そうですね、あのね、はい、俺はもう言わないけど、ね、あんなディズニーキャラまでっていう、その日本で見たことない、見たことはない、うん、すごいね、これでもかと言わんばかりのディズニーキャラクターの VTR で、おめでとうおめでとうおめでとうって言って最後パパパパッとメドレーっていうかフラッシュバックするんだけど、すごかった。でそれで2時間半かな、ね、2時半スタートだったんで、はい、というですね、はい、そういう結婚式披露宴を、はい、ちょうどさっき終えました。いやーよかった。あと美味しかったね。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。料理をもうさすが。さすがアンバサダー。うん、美味しかった。はい、というですね、すごいいい経験させてもらいました。いやーちょっとこれ欲を言ってしまえばまた行きたいってなります、ね。行きたいよね。いやでも全然いいよね。いや本当に全然いいです。うん、これねちょっとだけ言うとさ、はい、ホテルが手配したカメラマンはやっぱり新郎新婦メインでちゃんと写真は綺麗なのね撮ってくれるんだけど、キャラクターのワンショとかさ、キャラのツーショとかさ、うん、我々と知り合いになればいいんだよね。ああなるほど、うん、我々と友達に友達になりましょう、はい、知人でもいいや、知り合い、そうですね、うん、アンバかミナコで、はい、挙式考えてる方いましたら、はい、我々と友達に知り合いに なるほど なりませんか友達募集です。下心丸見えじゃない。いやいや、なんかちゃんと撮るからだ、ちゃんと撮ります、ね、それはもちろんちゃんと撮るんで、はい、バッチリいい写真撮りますので。いやでもガチ撮影だったじゃないですか、今日ガチ、俺今日カメラ2台だよ、僕もレンズ2本ちゃんと用意してだよね、はい、いや難しかった、難しいですよね、難しかったな。ちょっとでも慣れてる人でも
難しいと思う。難しい。あのプロのあのカメラマンさん上手だったね、写真も上手だし話術トークも上手だし、本当、ね、慣れてた。見習うべきところがいっぱいあった、ね、さすがだったね。さすがです、はいはい、というわけでアンバサダーで非常にいい経験させてもらいました。そうですね、もう本当に良かったです。いや、なんか幸せ分けてもらえたね。そうですね、もうすごいいい気分になれた。僕あのディズニーソング、うん、パークのソングの中で一番このハッピースデイが好きなんです。あ、今日のやつあれマニアックだね。めったに流れないよね。本当に流れないし、うん、音源化もしてないですよね。そうだよね。あとさ岸、はいはい、これ今日の人たちさ、この今のお顔でできてよかったね。確かにタイミング的にね、我々ちょっと誘い受けた時は全然その発表の前でしたね。なかったなかった、はい、でなんか俺も動画で言ったんだけど、はい、今パンフレットで今のお顔で募集してる衣装は申し込み1年後でね、1年後に挙式やっても今のこの舞浜顔で挙式は来るらしいじゃん、うん、俺も直で聞いたわけじゃないんだけど確認したい人がいるんでしょみたいですね。なんかそうらしいね、はい、ただ、うん、もう来年の1、2、3月、うん、ガセボは全部埋まったらしいです。マジ、はい、いや今のお顔で主義やりたい人が殺到したってこと。そうみたいですね。マジ、はい、なのでキャンセル待ちか今、はい、キャンセル待ちか2020年4月以降もお顔が継続になるかどうかはちょっとわからない。つまり今この動画を撮ってる今2019年の今3月だけど、来年の2020年の3月までいやもうびっしり埋まってるわけだみたいです、ね、要はなんかプランがこういろいろあって、披露宴なしのプランとかいろいろあるらしいんですけど、多分もう選べないよね。もうそうですね、もう空いてる日いつですかとかもそういうレベルだよね。そうですね、その頃にはお顔はどうなってるかわからない。まあ、まあでもやっぱタイミングですね。タイミングだよね。急いでやったからといっていいものでもないですから。確かに、はい、一生ねのなんかこう家の次に高いとかいろいろあるじゃないですか。まあね、まあまあ、買い物の金額というか、額もでかいからね。でかいですね。課金じゃないですからね。そうだよね、はい、確かに自分のための課金だから、ね、そうです、キャラクターへの課金ではありません。確かに、うん、自分のためたんです。そうですね。なのでとにかくね、今日の2人はねこの旧顔で今の舞浜顔で披露宴とね、はい、とかできたんで本当に良かったなと思いました、ね、はい、はい、こんな感じで非常にいい経験させてもらいました、はい、そうですね、すごかった、良かった、良かった、はい、はい、以上そんな感じでフェアリテルウィディングの報告でした、はい、ご報告でした、はい、岸ありがとうね。いやいや、こちらこそ本当にありがとうございました。じゃあね、バイバイ、はい、お疲れ様です。